東洲西写楽とは、江戸時代中期の浮世絵師で、寛政6年、1794年から翌年にかけて、約10ヶ月の間に、145点余りの作品を出版した後、姿を消した謎の画家です。その正体や経歴については、様々な説がありますが、現在では、阿波、徳島藩主蜂須賀を抱えの能役者、斎藤十郎兵衛とする説が有力となっています。写楽の作品は、すべて蔦屋十三郎の店から出版されました。その中でも、寛政6年5月に刊行された、平吊りの大判役者大首絵28枚は、デフォルメや誇張を駆使して、役者の個性や表情を捉えた画期的な作品で、高く評価されています。代表作としては、市川海老蔵の竹村貞之進、三代坂田半五郎の藤川水右衛門、三世大谷、鬼路のやっこ江戸兵衛、嵐龍蔵の金貸し、石部金吉などがあります。